はい。ということで、やばい。今買い出しに設営が終わって、あーやばい、これやばいって。本当に本当にやばいよこれ。あーあーあーあああ岩だ岩。設営が終わりまして、いや今日のあの僕のテントの設営ね、しっくりきました。なんかしっくりきたよ、本当にうまくいった。今、3時をちょっと過ぎたとこですね。1時間半ぐらいで設営できたのかな、1時間ぐらいかな。この後あの近くのスーパーに買い出しに行きます。近くといってもここから15キロぐらいありまして、2、30分かかるみたいなんですよね。そこが一番最寄りの、スーパーらしくて、ちょっと遠いですね。いやー来たですよ、来たですよ、来ましたよ。上長野キャンプ場、よかった。ここだけが、これだけが本当に心残りだったんですよ。僕の10回のキャンプで、そのリベンジをどうやら果たせそうです。ふう、うまい具合に節電もできましたしね。天気もいいし、ただちょっとやっぱり暖かくなってきて、虫が多いですね。虫除けスプレーは必須ですよ、本当に。上長野キャンプ場には露天風呂がありますので、露天風呂入れるかな。お湯をね、ご主人が入れてくれるらしいんですよね。口コミなどを見たところ、お湯が沸きましたよみたいな感じで、ご主人が沸いて、沸かしてくれるそうなんですが、今回僕一人ともう一組来るか来ないか分かんない方なので、その方たちためだけのためにやってくれるのかちょっと分からないですけどね。まあ露天風呂、入れればいいですけどね。いや楽しみですね今日は。あ、そうそう、今日は4月のもう上、あ、下旬だ、4月の下旬で、あのゴールデンウィーク直前です。平日ライターですので、ゴールデンウィークなんてないので直前ということで、まあ空いてる時期ですよね、やっぱり。おっと、トンネルが見えてきたぞ。はい、トンネル、トンネル、トンネル。すいません、本当これはあのバカっぽいですけど、やってる本人もバカっぽいです。すいません、これ本当に。どっか温泉でも寄って帰りたいな。温泉行く？温泉行ってきちゃう？いや、やっぱり今入っちゃうとあのキャンプ場で入れるかもしれない露天風呂の面白みがちょっと少なくなってきそうな気もするので、やめておきましょう。やーい、うぅーいやー、いい景色だ。いやー、すごいなー。はい、スーパーヤオハンを後にします。買い出し終了です。いや、なんかキャンプ食って難しいですよね。いつもなんか同じになっちゃいますよね。なんか変わったものをやりたいんですけど、手の込んだものだとめんどくさいじゃないですか。単純にあの焼いて食うだけが理想なんですけど、そうなっちゃうとなんか毎回同じものなんですよね。手間暇をかけるとめんどくさいし、難しいもんですね、キャンプの食事って。
慎重に行こう。やだなあ、あーやだやだ、あーやだ、もうやだ。やだよ、うわマジかよもうこれ。何度来ても慣れないよこんなとこ。ああうまい、いいねキャンプ。それではこちらの無料薪です、廃材ですね。ちょっとこれはノコギリとかないと、これいやー無理だろうこれナタじゃ。どうしましょうかね、この辺、この辺いけるかな。うおすげえ、いやーこれいけないでしょナタでも、これこのセンチのナタでいきますよ。おっおっ意外といけますよこれ。これ違うでしょ使い方。折れた折れた、薪ゲット、一旦抜こう。多分ご主人が帰ってきたと思います。ちょっと行ってみますね。受付をしました。でお風呂の何時にしますと聞かれまして、お風呂を7時にしました。よっしゃ、よっしゃ。よっしゃ。いかがですかこれ。やってやりました、まあ、まあまあいけんじゃないですかこれで、これでやりましょう。すっかり日も落ちてきました。もう薄暗いです。焚き火も、まあ、まだ薪はあるので。こんな薪割りしたことなかったよ。この後まだ食事はしてないんですよね。もうすぐ7時かな、お風呂ですね。7時からお風呂を予約というか、まあこれカンソロですね。今日あっちの川辺のあたりのところ、どなたかが先約がいたと言ってましたが、いらしてないのでこのまま上長野キャンプ場完走です。
まあ良かったですね、ここリベンジできて。静かですね、すごく。はい、それではちょっとお風呂が炊けたということでお風呂に行ってきます。お肉と軟骨、野源軟骨かな、ピーマン、ナス、あと今アスパラ焼いてます。こんな感じで今バーベキューをやっております。すっかり酔いも回ってきました。時刻は10時半ぐらいかな。僕の中ではキャンプでは結構夜更かししてますね。これだいたい9時とかに寝ちゃいますからね。誰もいない、ほんと誰もいない。いや初めてですね、このリベンジキャンプツーリングにして初めての完全ソロキャンプになりました。ほんと静かだね。すぐ近くに道路通ってるんですけども、全然車通らないんですよね。なのですごい静かです。虫の鳴き声と、あと暗闇ですね。右手がちょっと山なんですよね。木がそびえ立ってますね。バイクお疲れ様でした。それではおやすみなさい。はい、ということで上長のキャンプ場を後にします。ちょっと雨が降ってきましたね。はい、多少やばいな、やばいなこれあ、これやばい、あ、やばいやばいやばい、これやばい、やばいってこれ岩だ岩うん、つらということで上長のキャンプ場を後にしました。いやちょっと雨がパラパラっと降ってきましたね。今日午後から雨の予報になっておりまして、早めの撤収をしました。よかった、リベンジキャンプとしてやらせていただきました。心のモヤモヤはこれですっきり晴れましたと思います。いい経験しましたね。カンソロ、初のカンソロキャンプでしたね。これでやっと本当のこれが卒業でしょうかね。また次回以降何らかの形でキャンプツーリングやって動画を上げていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。それでは今日も明日も良い一日を。バイクの皆様バイク乗りの方、キャンパーの皆様、楽しいバイクライフ、キャンプライフをお送りください。グッドタイムライダーでした。さようなら。